内藤さん質問来てます、はい、曲数が多い時の練習方法を教えてください。曲数が多い時はどれだけ1曲にかける時間を短くできるかがポイントです。やっぱ1曲に時間をかけてると、例えばじゃあ1ヶ月で10曲やらなきゃいけませんって言われたとしたら、はい、1曲あたり1週間も2週間もかけて譜読みしてたら間に合わないじゃないですか、はいはいはい、なので1曲をどれだけ集中して覚えるか、頭に入れるか、あと手を動かせるようになるか、これが重要で、でそのためには譜読みのスキルも問われます。まずはちょっと初心者の人はあんまり考えない方がいいかなっていうところですかね。なるほど。中級者以上でもう譜面は割と達者に読めますよなんていう方はちょっとできることが増えてきまして、じゃあそれも詳しく説明します。どうぞ、別に長くなってもカットすりゃいいんでこれは。